ジュリアス・アービング、ジュリアス・アービング、ジュリアス・アービング、フルネームは、ジュリアス・ウィンフィールド・アービング2世、ジュリアス・ウィンフィールド・アービング2、1950年2月22日体は、アメリカ合衆国の元バスケットボール選手。ニューヨーク州、ローズベルト出身。マサチューセッツ大学出身。身。身長201センチメートル、体重98キログラム。ポジションは、スモールフォワード。 1960年代から1970年代にかけて活躍した ABA 史上最高の選手の一人であり、NBA 席籍後もフィラデルフィアセブンティー・シクサーズで活躍。波外れた超躍力から繰り出されるダンクシュートは芸術品と称さ、ドクター・ J の愛称で一世を風靡したバスケットボール史上屈指の名選手として知られる。1971年に プロ入りして、以降、引退する、その年までの16年間、すべてのシーズンで、オールスターに選出され続け、ABA 時代は、得点王3回、シーズン MVP3 回、プレーオフ MVP2 回、優勝2回、NBA 時代は、オールスター MVP2 回、シーズン MVP1 回、優勝1回の実績を誇る。1950年2月22日、 ニューヨーク州ローズベルトに生まれたジュリアス・アービングは3歳の頃に父親が家族の元を去ってしまったため清掃員として働いた母親の手によって育てられた父親アービングが7歳の頃に暴行事件で殺害される内向的な幼少期を過ごしたアービングは9歳の時に始めたバスケットボールに活躍の場を見出し10歳の時には彼のチームを 地域のチャンピオンシップに導いている。生涯呼ばれ続けることとなるザ・ドクターの愛称はこの頃に付けられ、アービングが彼の友人をプロフェッサーと呼んでいたことから、彼はザ・ドクターと呼ばれるようになり、後にドクター JA と転じた。高校は地元のローズベルト高校に進学し、二度オールカンファレンスチームに選出されるなどの実績を残し、マサチューセッツ大学では2年間のプレーで、 平均26.3得点20点にリバウンドの成績を記録して NCAA 史上数人しかいない平均20得点20リバウンド以上達成者となったが当時のカレッジバスケではダンクが禁止されていたため後にダンクアーティストとして名を馳せるアービングの才能が存分に発揮されることはなく当時は全国的には無名の選手だった 1970年代当時、アメリカには NBA と ABA2 つのプロバスケットボールリーグが存在したが、いずれも経営難に陥っており、すでに将来の合併に向けての話が進められていた。そんな先行きが不透明な頃に21歳となったアービングは大学4年生には進まずに1971年、フリーエージェントとして ABA のバージニアスクワイアーズと契約した。 ダンク禁止という制約から解き放たれたアービングの才能はプロの舞台で大きく花開いた。アービングはルーキーイヤーからその波外れた身体能力と豊富な空中でのムーブ、卓越したボールさばきを武器に次々と常識外のプレーを披露。アービングが見せるかつて誰も見たことのないような動きに観客の心はたちまちには静かみにされ、アービングが リーグで特別な存在となるのにそう時間はかからなかった。ある試合では ABA のトップセンターの一人である218センチメートルのアーティス・ギルモアの上から強烈なダンクを叩き込み、またある試合では空中で3人をかわしてリバースレイアップシュートを決めた。1年目からオールスターゲームにも選出され、イゴ・アービングは ABA での5年間、 あとの NBA での11年間と、プロキャリア16年間すべてのシーズンで、オールスターに選出され続ける。1971から72シーズンの成績は27.3得点15.7リバウンド4.0アシストで、平均得点ではリーグ5位、平均リバウンドではリーグ3位に入る、高記録だったが、オールルーキーチームとオール ABA セカンドチーム入りは、果たしたものの、 新人王の座はシーズン MVP との2冠を達成したアーティス、ギルモアに譲った。新人アービングとこの年の得点王に輝いたチャーリー・スコットに率いられたスクワイヤーズはデビジョン2位とな45勝39敗を挙げてプレイオフに進出。プレイオフでは相棒のスコットが故障で出場時間を制限されるという災難に見舞われるもアービングは レギュラーシーズンを上回る平均33.3得点の成績でチームを牽引し、平均20.4リバウンドは ABA のプレーオフ新記録となり、さらにプレーオフ大記録となる1試合53得点も上げている。チームはデビジョン決勝でニューヨークネッツの前に3勝を4敗で赤敗している。1971-72シーズン終了後、 この年に大学を卒業するはずだったアービングを NBA のミルウォーキーバックスが1972年の NBA ドラフト11位で指名した当時 NBA は大学生へのドラフト指名を要していたもしアービングがこの指名に応じバックスに入団していならばカリーム・アブデュル・ジャバーにオスカー・ロバートソンそしてアービングと史上類を見ない強力なビッグ数が誕生することになったが アービングはバックスファンの期待をよそに NBA のアトランタホークスとの契約にサインしていた。年俸200万ドルと当時としては破格の好条件であり、またアービングはホークス所属のピート・マラービッチとプレーできることを楽しみにしており、そして参加したシーズン前のホークスのトレーニングキャンプでのマラビッチとのプレーにアービングは大いに手応えを感じていた。しかしアービングのホークスに スクワイヤーズが黙ってはいなかった。この時点で、アービングとスクワイヤーズの契約は、まだ残っており、また将来偉大な選手となる可能性を秘めている、アービングをスクワイヤーズが、ミスミスティバナスはずもなかった。スクワイヤーズは裁判という手段に打って出て、そしてアービング獲得合戦は、スクワイヤーズにホークス、バックスと三つどもえの大騒動となった。司法は、スクワイヤーズの主張を支持し、 アービングがスクワイヤーズに戻ることで決着がついた。なお、この間アービングは、ホークスのエキシビションゲームに3試合出場しており、NBA での規定では、ドラフト指名したバックスに、アービングの所有権があったため、ホークスの行為は規定違反となり、1試合につき2万5000ドルの罰金を課せられている。 結局プロ2年目となる1972から73シーズンをスクワイヤーズで迎えたアービングはいよいよリーグトップ選手としての地位を固めるこのシーズン平均31.9得点12.2リバウンド4.2アシストの成績を残したアービングは初の得点王に輝きオール ABA ファーストチームにも名を連ねたしかし資金繰りが悪化していたスクワイヤーズはアービングを 保有し続けることができず、シーズンオフには、ニューヨークネッツとの間で、トレードが成立し、アービングはネッツに移籍することになった。ニューヨークという大都市でのプレーは、アービングの評判をますます高め、より多くの人々を熱狂させるとともに、前年30勝54敗に沈んでいたネッツを55勝29敗の、大躍進に導く働きを見せた。アービング個人は、 平均27.4得点10.2リバウンド5.2アシスト2.4ブロック2.3スティールの成績を残して2年連続の得点王に輝くと共にシーズン MVP を初受賞し名実共にリーグ最高峰の選手へと上り詰めるアービングにビリー・パウルズ、ラリー・ケノンと主力選手がみな20代前半と若いチームであるネッツはプレーオフでも快進撃を続け デビジョン決勝ではリーグ屈指の強豪であるケンカッキー・カーネルズと対戦。ニューヨークでの第一戦、第二戦を連勝したネッツはカーネルズの本拠地、ルイビルに乗り込んだ。ホームで3敗目を喫するわけにはいかないカーネルズは第三戦を優位に進めるも、試合終盤にネッツが巻き返しを演じ、残り17秒にはついに87対87の同点に追いつく。 ボールの保持権はネッツが握り、この場面でネッツが誰にボールを託すかは会場の誰もが分かりきったことだった。そしてカーネルズの選手たちはアービングに最大限のディフェンスを仕掛けた彼らの努力は報われなかった。17秒間をたっぷり使ったアービングは残り1秒となった瞬間、ディフェンダーの上からフックスライディングジャンパーを放った。シュートは見事に決まり、アービングはチームに 劇的な勝利を呼び込んだ。第4戦も勝利し、カーネルズとのシリーズを制したネッツは念願のファイナル進出を果たし、ユタスターズを4勝を1敗で破って優勝を果たした。プレイオフ期間中も平均27.9得点を挙げて、チームを牽引したアービングは、プレイオフ MVP も受賞し、得点をシーズン MVP、プレイオフ MVP の三冠を達成。 この時点でアービングは ABA で最も重要な選手としての地位を確固たるものとしたのである。1974から75シーズンもアービングは素晴らしく平均27.9得点、リーグ20.9リバウンド5.5アシストの成績を残し、チームも前年を上回る58勝を挙げ、アービングは2年連続のシーズン MVP を獲得するが、プレーオフでは デビジョン決勝でスピリッツ・オブ・セントルイスの前に敗れている。迎えた1975-76シーズン。すでに ABA は NBA に吸収合併されることが決まっており、ラストシーズンとなる1975-76シーズンを迎えずして消滅するチームが続出するなど、ABA 内部が混乱状態にいる中、アービングは ABA が消滅する。 その瞬間まで最高の選手であり続けた。アービングは平均29.3得点11.0リバウンドの成績で3度目の得点王、3年連続のシーズン MVP を受賞するなど大いに活躍たが、中でもアービングのキャリアのハイライトとして多くの人々の記憶に深く刻み込まれたのがオールスターで初めて開催されたスラムダンクコンテストでの場面だった。 フリースローレーンからジャンプしたアービングはそのままボールをディムに叩き込むという圧巻のパフォーマンスを披露し、見事に初代スラムダンク王の座についた。プレーオフでは平均34.7得点12.6リバウンドの成績でチームを2年ぶりのファイナルに導くと、デビッド・トンプソン擁するデンバーナゲッツとのシリーズ第一戦では、決勝ブザービーターを決め大事な第一戦を勝利し、 勢いに乗ったネッツは4勝2敗でナゲッツを破って2度目の優勝を果たした。アービングは当然のようにプレーオフ MVP を受賞。ABA 最後の4シーズンで3回の得点王、3回のシーズン MVP、2回のプレーオフ MVP に輝いたアービングは、まさしく ABA 最後にして最高のスーパースターだった。1975から76シーズン終了後、 ついに ABA は NBA に吸収されるという形で消滅。ABA の多くのチームが解散の浮き目に遭う中、ニューヨークネッツは ABA で生き残った4つのチームの一つとして NBA 加盟したが、彼らは320万ドルの加盟料を支払わされ、さらにネッツは本拠地を共にするニューヨークニックスにも480万ドルの支払いを課されたため、一気に財政難に陥り、 アービングを手放さざるを得なくなった。アービングは現金300万ドルとの交換でフィラデルフィアセブンティー・シクサーズへと移籍した。絶対的なエースを失った上に財政難と二重苦を背負わされたネッツは囲碁低迷脱却に多くの時間を要することになる。アービングの NBA 入り、セブンティー・シクサーズ移籍は大きな話題を呼び、人々の間では NBA が ABA を吸収したのは、アービングただ一人が欲しかったからだという噂が広まったほどだった。迎えた NBA での1976-77シーズン、アービングは環境の違うリーグ、チームへの適応を優先させたプレーに徹したため、成績は平均21.6得点8.5リバウンドと、プロ入り5最低の数字に終わった。 しかしこの年のオールスターでは30得点十二リバウンドを上げて見事にオールスター MVP を獲得。人々は事前の触れ込みが決して古代ではないことを納得した。アービングに ABA 出身でアービングと並ぶメイスモールフォワードのジョージ・マクギニス、ガードのワールド、B フリートリーグでも屈指のタレントを誇るセブンティー・シクーズはこのシーズン勝敗を 上げ、プレイオフでは、ボストンセルティックス、ヒューストンドケッツを破り、アービング加入1年目にして早くも NBA ファイナルに進出する。ファイナルでは、ビル・ウォルトン擁するポートランドトレイル・ブレイザーズに最初の2試合を連勝するが、その後4連敗を喫してしまい、NBA1 年目にしての優勝はならなかった。シーズンは悔しい幕切れとなったが、 より市場として発達している NBA でのプレーはアービングの名声をますます高め、アービングは自分の名前を冠したバスケットシューズのモデルを発売した初めてのバスケットボール選手となり、テレビコマーシャルや映画にも出演するなど商業的にも成功を収めた。セブンティーシクサーズにもアービング獲得効果はファイナル進出のみならず観客動員数の増大という、 球団にとっては特に喜ばしい形で現れた。前年、ホームアリーナの総観客動員数は50万9699人だったが、このシーズンは63万2949人と25%近くの伸びを見せている。セブンティー・シクサーズは、アービング中心のチームを作るために、チームの再編を始め、 1977から78シーズン途中からビリー・カニンガムが新ヘッドコーチに抜擢され、翌1978から79シーズンにはポジションが重なるジョージ・マクギニスを放出。この間チーム成績は横ばい状態が続くが、チームの戦力は着実に増していき、 また、アービングも NBA2 年目の1977から78シーズンにはオール NBA ファーストチーム入りを果たし、名実ともにリーグ最高峰の選手としての地位を固めた。1979から80シーズン、リーグはマジック・ジョンソンとラリーバードという二人の大物新人を迎える。驚異の新人2人は、 当時人気が著しく低迷していた NBA を空前の黄金期へと導く活躍を見せるが、アービングにとって若い二人の NBA 入りは優勝への道に巨大な障害が横たわることを意味した。アービング率いるセブンティー・シクサーズはバードのボストン・セルティックスがファイナルに勝ち進む上で最大の騒ぎとなり、またセルティックスを破っても、 次に待ち構えているのが、マジックのロサンゼルスレイカーズだった。もっとも、新人二人にとってもアービングは、優勝を勝ち取る上での巨大な障壁であり、同じでビジョンに所属するセブンティー・シクサーズと、セルティックスは、当時最も熾烈なライバル関係の一つに数えられ、特に、アービングとバードの個人対決は、初期のエレクトロニックアーツのビデオゲーム、ジュリウス・アービング・ VS、ラィー・バード・ワン・オン。 ワンバスケで再現されるほどに注目され、ある試合では白熱のあまり両者の殴り合いにまで発展している。再編期を終えたセブンティーシクサーズアービングに、パワーフォワードのダレル、ドーキンス、ポイントガードのモーリス・チークス、シックスマンのボビー・ジョーンズという新しい陣容で、新シーズンを挑み、アービングは NBA キャリアでは最高となる、平均26.9得点を挙げ、 セブンティー・シクサーズ・アービングが加入して、以降最高となる59勝を挙げた。プレーオフでは、カンファレンス決勝で、バードのセルティックスと対、4勝1敗で破り、3年ぶりに、ファイナルに進出した。ファイナルでは、マジックとカリーム・アブデュル・ジャバー擁するレイカーズと対決。第4戦では、後々まで語り草となるアービングのベースラインムーブが、飛び出すが、2勝4敗で、 セブンティー・シクサーズは敗退した。なお、このシーズンに発表された NBA35 周年オールタイムチームの11人の1人に選ばるが現役選手としてはジャバートの2人のみ、また ABA 出身としてはアービングが唯一選ばれた。翌1980から81シーズンにセブンティー・シクサーズは62勝20敗を挙げ、アービングは NBA では 初のシーズン MVP を獲得。悲願の優勝を目指して、カンファレンス決勝で再び、セルティックスと対決し、3勝1敗で、ファイナルに王手をかけたが、その後3連敗を喫してしまい、ファイナルの舞台にたどり着くことはできなかった。1981から82シーズンも58勝24敗と、高い勝率を維持。プレーオフではやはりカンファレンス決勝で、 セルティックスと3年連続の決戦を挑み、今回も第7戦までもつれた末にセルティックスを破ってファイナル進出を果たしたが、ファイナルではまたもやレイカーズの前に無念のホーズを噛んだ。すでに NBA での地位を不動のものとしていたアービングだったが、相次ぐプレイオフでの敗退に彼のリーダーシップを疑う声も聞き入れ始めた。マジックにはジャバーが、バードには、 ロバート・パリッシュとケビン・マクヘールがいた。アービングの周りにも優秀な選手は揃っていたが、アービングと肩を並べられるほどの選手はいなかそこで、セブンティー・シクサーズは1982年のファイナル敗退後に思い切った補強を行い、当時リーグズイチのセンターであり、1981から82シーズンのシーズン MVP であったモーゼス・マローンを獲得。 アービングとマローンのコンビは、個々に最も恐るべきフォワードとセンターの組み合わせと、評され、迎えた1982から83シーズンは、セブンティー・シクサーズの支配下に置かれた。絶好調のシーズンを過ごしたセブンティー・シクサーズは65勝17敗を、記録。マローンは2年連続となる、シーズン MVP を受賞し、アービング、マローンの両名は揃って、 オール NBA ファーストチームに名を連ねた。さらにアービングは、オールスターで25得点を挙げ、2度目のオールスター、MVP を受賞している。プレイオフに入る前、マローンはインタビューで、4、4、&4 という有名なコメントを残している。これはファイナルまでの3つのシリーズを全て4戦全勝で、勝ち抜き優勝するという宣言だった。実際は、カンファレンス決勝で、 ミルウォーキーバックスにいっぱいの不覚を取ってしまうものの、セブンティー・シクサーズは、マローンの予言を実現するかのような勢いで、ファイナルに進出し、ファイナルでは、過去2度同じ舞台で苦敗を舐めさせられたレイカーズと対戦。セブンティー・シクサーズはレイカーズをも4戦全勝で、蹴散らし、ついに悲願の優勝を成し遂げた。全勝こそ叶わなかったものの、 セブンティー・シクサーズのプレーオフ12勝1敗は当時の歴代最高勝率となった。ファイナル MVP はマローンが受賞したが、マローン自身は、独、アービングのために戦ったんだ自身にとっても、初となる優勝をアービングに、捧げた。このシーズンは、マローンのシーズン MVP、ファイナル MVP、アービングのオールスター MVP、そして、セブンティー・シクサーズ優勝と、 NBA はまさにセブンティーシクサーズ一色だった。1984年のオールスターゲームではゲーム杯の34得点を挙げるなど30代半ばを迎えつつあるアービングの存在感は依然として大きかったがこの頃から体力に衰えが目立ち始め身体能力に頼ったプレーから知識と経験を活かしたプレーへとスタイルを変貌させた。 1984年の NBA ドラフトでは、チャールズ・バークレイが、セブンティー・シクサーズに入団。翌1985から86シーズンには、モーゼス・マローンが移籍するなど、セブンティー・シクサーズの人用も変貌していき、チームは徐々に衰退を始めた。アービングの個人成績も1985から86シーズンには、平均20得点を下回るようになり、 そして1986から87シーズンを迎え、アービングはこのシーズン限りをもって引退することを宣言した。アービングがいかにリーグから、ファンから愛されていたか、それを物語る光景はこのシーズン、アービングの行く先々で見かけられた。アービングが試合のため会場を訪れると、アウェーであるにもかかわらず対戦相手のチームからは記念品が贈られ、 リーグ総出でアービングの引退を惜しんだ。レギュラーシーズン終盤の試合では、史上3人目となる通算3万点を達成。そしてプレーオフで、ライバルチームの一つである、ミルウォーキーバックスに回戦で敗退したことを最後に、現役から引退。37歳のアービングは16年のプロキャリアに幕を下ろした。引退後は、セブンティーシクサーズの本拠地、 フィラデルフィアで引退パレードが催され、3万人の監修が集まった。アービングはバスケットボールにおける想像力や想像性を一つ上の次元へと引き上げさせたという点で他に比類ない功績を残した。アービング以前にもアクロバットなプレーを得意とする選手はいたが、彼ほどに世間にインパクトを与えた選手はおらず、彼の登場以降、プロバスケットボール選手には、 ただの競技者という人格だけでく、プレイそのもので人々を魅了するエンターテイナーとしての顔も与えられ、後に NBA が世界的な人気を博す上で重要な役割を果たした。芸術品にも例えられるダンクシュートはアービングの代名詞となっている。重力をものともしない彼の跳躍力は、時計を見て家に電話を入れる時間があったというジョークが生まれるほど長い滑空時間を誇り、 長い腕はボールをリムに叩き込む動きをよりダイナミックにし非常に大きな手の持ち主だったためどんなに腕を振り回してもボールが彼の手からこぼれ落ちることはなか彼の系譜は後のマイケル・ジョーダン、ドミニク・ウィルキンス、ビンス・カーターら著名なスラムダンカーに直接的、間接的に受け継がれ引いてはリーグ全体の遺産ともなっているある人はアービングのバスケットボールの歴史に果たした役割を 航空機におけるライト兄弟に例え、またある人はベースボールにおけるベイブルースの存在になぞらえている。彼の魅力的なプレイスタイルが生み出されたのは、プロキャリアのスタートが ABA だったことも少なからず関係している。すでに20年以上の歴史を持った NBA は、保守的な傾向が強く、派手なプレイスタイルはあまり好まれなかったが、歴史の浅い ABA は NBA に対抗するために、 見栄えの良いプレーを奨励したため、アービングの能力は大いに発揮された。ABA にとってアービングはリーグの至法だったが、その価値は ABA が消滅してからも下がることはなく、NBA にとってもアービングがリーグの至法となり、1980年に発表された NBA35 周年オールタイムチームでは11人の中にまだ NBA で4年しかプレーしていないアービングが選ばれている。 現役からは、カリーム・アブドゥル・ジャバーとアービング二人のみ、ABA 出身では、アービングただ一人が選ばれている。ABA と NBA を通じての通算得点は3万点を超えている。NBA 歴代選手のうち、生涯通算得点が3万点を超えているのは、カリーム・アブドゥル・ジャバー、ウィルト、チェンバレン、カール・マローン、マイケル・ジョーダン、コービー・ブライアンとのみであり。 アービングの得点力は歴代屈指だった。また優れた跳躍力と長い腕はリバウンドにも力を発揮し、アシスト数やスティール数、ブロック数でも高い数字を残すなど、アービングはオールラウンドな才能の持ち主でもあった。ただしアービングは ABA 時代にオールディフェンシブチームに選ばれてはいる。ものの、決して優秀なディフェンダーではなかったようである。 アービングが果たした功績の一つとして忘れてはならないのが当時薬物問題などで著しく汚されていた NBA のイメージを大きく向上させた点である。アービングはリーグキットの紳士、人格者として知られた。どれだけ賞賛を浴びてもそれを鼻にかけることはなく、記者とのインタビューにも丁寧に応じ、試合後もアリーナに残って、 社員の求めに応じるなどファンとの交流を大切にした。同時代にはカリーム・アブドゥル・ジャバーというスーパースターも存在したが、彼はここを好む性格だったため、自然とアービングがリーグのスポークスマンの役割を果たすことになった。アービングは選手からも大きな尊敬を集めた。人気選手のアービングは記者に囲まれることが常だったが、アービングはその場で若い選手や、 無名の選手の話題を振ることで彼らの知名度を高めることに力を貸し、また不調に陥った選手には試合中に自らの得点を犠牲にして積極的にパスを回した。引退後のアービングはビジネスマンとして成功を収めている。コカ・コーラの工場やケーブルテレビ局へ投資し、コンバース社などの重役も務めたほか、ナスカーのチームを立ち上げた。 また NBA にも関わり、NBC 局では NBA の試合の解説をし、1997年にはオーランドマジックのフロントで副社長などの役職に就いている。2004年には当時トロントラプターズ所属のビンス・カーターがアービングのフロント入りを熱望したが、これは実現しなかった。アービングは2度結婚をしており、1972年に結婚した。 最初の妻ターコイズとの間に4人の子を設けた。2000年5月には末息子であるコーリーが失踪。7月に自宅近くの池で転落した車の車中で歴史体として発見されるという悲しみに見舞われた。またアービングは1979年にスポーツ記者のサマンサス・ティーブンソンと不倫関係にあった。彼女との関係は翌80年に 彼女がアービングとの子を産んだことにより終わりを迎えたが、この時生まれた娘で後にプロテニスプレイヤーとして世に知られることになるアレクサンドラ・スティーブンソンとの親子関係は彼女が1999年ウィンブルドン選手権でシングルスベスト4に入り役世界にその名を知られるまではアービング・ウィッカとスティーブンソン親子のみが知り得る秘密であり子になることはなかった。 アービングはスティーブンソン親子に財政的援助を行ってはいが、アレクサンドラに対して父親として接することはなく、長らく疎遠であった。この関係はウィンブルドン以後の報道の加熱により世よに知られることになるのだが、当時10代のアレクサンドラにとって、この報道構成は耐えがたいものとなり、アービングとの関係を拒絶する時期が続いた。しかし2008年頃から、 お互いの関係修復が始まり、以後は両者揃って、マスコミの前に現れるようにもなり始めている。2003年には、ドリス・マッテンとの不倫関係が始まり、二人の間に男児が生まれている。これが明らかになった後、最初の妻ター・コイズと離婚。31年の夫婦生活を終えた。離婚後も、マッテンとの交際は続き、2008年にマッテンと結婚。 マッペンの連れ子である他の二人の子供の父親にもなった。とにかくアービングが現役時代に少年期を過ごした NBA 選手が彼に憧れてバスケットボール選手を志したという話はマイに、いに糸がない。大スター、マイケル・ジョーダンもご多分に漏れず彼に憧れた選手の一人であり、また元 NBA 選手でヘッドコーチのドック・リバース、本名。 グレン・リバースの愛称、ドクは学生時代にドクター・ J の T シャツを着て練習していたため与えられたものだった。バスケット選手だけでなく同時代の多くのアフリカ系アメリカ人の少年たちにとって彼はアイドルであり人気俳優のウィル・スミスや第44代アメリカ大統領で元バスケット選手のバラク・オバマも少年時代にアービングのプレーに熱中し NFL 選手のジュリアス・ペッパーズは、アービングのファンだ、親によってその名前が付けられた。アービングは、ミュージシャンの間でも評判が良く、大物ラッパーのドクター・ドレイは一時期ドクター・ジェイ、名義で活動しており、アービングを題材にした曲も多く生まれた、グッチメイン・アンドヨゴッチによる、ジュリウス・グローバー・ワシントン・ジュニアによる、レッド・イット・フローなど、楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。